ノーマー果樹園みかん大辞典オンザムービー。本日はノーマー果樹園特製のみかん大辞典から河内晩柑について詳しく見ていきましょう。行きましょう。まず河内晩柑とはどんなみかんなのか、その特徴をご紹介していきます。河内晩柑の大きさは温州みかんよりかなり大きく、L サイズの直径が 9.5 センチから 10.2 センチくらいです。河内晩柑の外の皮は分厚いので、ナイフで切れ目を入れてから手で剥くのがおすすめです。房も厚みがあるので、頑張って一つずつ剥いていきましょう。種は全くないもんから容器あるもんまで個体によってまちまちやわい。横半分にカットしてスプーンですくって食べるとゼリーのような感覚が楽しめます。河内晩柑の果肉は果汁たっぷりのトロトロからプリプリした食感へと時期によって変化します。さっぱりした甘みと程よい酸味があり、爽やかな味わいです。ノーマ果樹園での河内晩柑の取り扱い期間は毎年4月下旬から7月下旬となっています。長いこと木に実らせとけるけん、味わいの変化を楽しむことができないね。続いて河内晩柑の生い立ちや歴史を見てみましょう。河内晩柑は熊本県の旧河内町、現在の熊本市の民家の庭で発見された、文旦の血を引くとされる偶発未生で、原木は現在も旧河内町にあります。偶発未生とは自然に捨てられたり落ちたりした種から育ち、優良な特性を持った果樹が偶然発見されることなんよ。発祥の地の名前と収穫時期が遅い柑橘であることから河内晩柑と名付けられました。昭和9年頃に民家の庭で偶然発見され、調査をしたところ品質が良かったことから公表されました。からたちに目継ぎをした後、昭和11年には苗木を配布して栽培を始めました。冬場の栽培が難しく、なかなか産地は拡大しませんでしたが、栽培技術の開発に伴って昭和42年頃からは熊本県、昭和45年頃からは愛媛県を中心に栽培が盛んになりました。それでは最後はプロモーションタイムです。河内晩柑の魅力やアピールポイントを1分以内でお願いします。1分な、10分の間違いやないんで。用意スタート。河内晩柑はさっぱりとした食味で爽快な香り漂うたっぷりの果汁が特徴です。和製グレープフルーツとも呼ばれますが、グレープフルーツのような苦味はなく爽やかな甘みがあります。木に実らせておける期間が長いため、シーズン中に3種類の味わいの変化を楽しむことができます。5月頃は果汁がたっぷりで果肉はトロトロと柔らか、酸味も残っていて河内晩柑らしいさっぱりとしたジューシーな味わい。6月頃は徐々に酸味と果汁が少なくなってきて甘みが感じられるようになります。甘み、酸味、果汁の量、果肉の食感などバランスのいい時期です。7月頃は果汁は少なくなりますが、身が引き締まってプリプリとした食感が楽しめます。さっぱりとした後口の甘さで文旦に近い印象になります。河内晩柑の外の皮にはオーラクテンという成分が他の柑橘類に比べて多く含まれています。オーラクテンは認知症の予防に効果があるという研究がされており、河内晩柑を使った機能性食品の開発が終了。いかがでしたか？河内晩柑の素晴らしさを少しはお伝えできたでしょうか？シーズン3回の味わいの変化、ぜひお楽しみください。